皆様ごきげんよう、小手野先生でございます。今日はですね、なんと山形県にあるすっごく大きな高級旅館、日本の宿こようさんに来ました。見て、でかくない？やっとね、先生に見合うようなね、旅館さんに来ることができました。これ、ね、めちゃめちゃ高いんで、2人で来てますけど10万円超えております。なんていうことでしょう。どんな高級旅館なのか楽しみでございます。それでは行きましょう。なんとここで色浴衣が無料で借りることができるらしいんですよ。先生、このね、黄色にいたしましょう。この黄色、それではね、お部屋の方に行きましょうか。今回ものすごく綺麗なお部屋をね、撮ったんですの。何かしらこれ、なんだか有名な方がたくさん、小林幸子様とか、あ、氷川きよし様、石川さゆり様、素晴らしいですよね。八代亜紀様とかいらっしゃいますよ。来たってことこれ、すごいよね。美濃もんた様、こんな有名な方々が来られてるのかしら。お、C のリンゴ様とかあります。これ見て、大山信代様、面白いですよね。で、このエレベーターに乗って、今回私が宿泊するお部屋は2階になります。どうぞどうぞ。今からね、先生がね、すごくもう高級なお部屋ご紹介いたしますから、お楽しみに。今日泊まるお部屋はこちらの御所のお部屋になります。今日はね、他のお客様に迷惑にならないようにということだったので、ちょっと静かめな声でやってるんですけれども、ごめんなさいね、ちっちゃな声で。迷惑にならないようにと言われたのに申し訳ございません。そしてこちらがね、お部屋となっております。お部屋に来たからにはね、先生もね、大音量で言ってもあらよろしいのではないのでしょうか。汚いのに申し訳ございませんね。はい、こちらがご玄関、お玄関でございます。で、入りましたら、なんということでしょうか、ものすごく広い。いつだか小手野さんが行った宮城県の秋保にあるね、高級旅館もあったんですけども、まあそこと同じくらい広々としたお部屋となっております。先生、初めてですのよ、こんなところ。で、ここにはね、なんと客室の露天風呂がついてあるんです。こちらにいかがですか。あ、まだ開けてなかった。行きますわよ、オープン。じゃーん、どうですか、すごくないですか。このね、石をくり抜いたこの丸くて大きな露天風呂、最高にね、山をね、眺めながら入ることができるんですの。もうさすがプレミアム客室露天風呂。うわ、どうやって開けるのかしら、どうやって開けるのかしら、これ。ですわね、ホームページの写真で見たときはもうちょっとちっちゃいのかなと思ったんですけども、思ったよりでかい。そしてなんとこちらにね、ほら見て、ゆくりやのアンジュアロン火星のシャワーチェアまで、あ、分かった、浴槽台まであるんですの。素晴らしい心がけ、これを使ってね、入るわけでございます。
今回はこの客室の露天風呂、もう一つね、貸切の温泉があるんです。そちらをね、4時に予約を入れております。今回広報担当の方にね、お願いをしまして、こちらのお部屋、館内、そして貸切のね、撮影許可を取りました。大浴場は取っちゃいけないということだったので諦めます。ではもう少しね、お部屋をご案内しますね。こんなにね、素晴らしい客室の露天風呂がついてるのはね、確か3種類くらいあります。このそのうちのね、一つなんですけれども、もう一つはヒノキのところ、あともう一つはなんかすごい岩でできているお風呂がありましたけど、今回はね、石のところを選びました。まあ、普通はね、選べないらしいです。当日ね、ランダムで決まるらしいですけど、今回ね、無料行ってここ予約させていただきました。すごいですわね、これ車椅子の方でもね、余裕で通ることができるおトイレですので、手すりもしっかりとついております。しかも可動式、わあ、すごい可動式だ。これがあることでね、立ち上がりがね、ものすごくしやすいです。もうね、ちゃんと壁に取り付けてあって、なんてすごい心がけなんですの。そしてこちらもしかしてお風呂かしら。わあ、こちらにもお風呂が、まあね、外がね、寒い時はここで洗うこともできるということですね。お部屋から綺麗な山を眺めることができるんですね。すっごい景色。この後4時から貸切温泉に入りまして、6時からこちらのお部屋でね、夕食でございます。こんなね、2人で来て10万円もする旅館の夕食、ものすっごく楽しみでございますわ。まずはね、貸し切り、あと30分あります。ちょっと30分かね、ちょっとゆっくりしてから今日一発目の温泉に入りに行きますわよ。の時間がね、来たので今からフロントに行って鍵をもらってきますわ。もうすでにね、7分ほど過ぎてしまっているので舌を噛みましたわ。時間があまりないんですけれども、先生はゆっくり入ろうと思います。よいしょ、はい、完璧でございます。それでは先生、なんとね、高級旅館の貸し切り温泉にいざ潜入でございますわ。開いてなかった、開いてない。うわ、結構広いですよね。いいかしら。
だけ暑いのかしら。行きます。入ることができなかったんですけれども、なんだかね、こんな高級感漂うところ本当に久しぶりな感じがいたしますわ。ここからね、景色が見えるんですけども、この綺麗なね、山をご覧ください。山渡ってね、あの町もあるけど山もあってすごくいい県だなと思うんですよ。外はね、そんなに寒くないんですのよ。もうね、冬も終わったんですのね。もうね、前来た時は本当もう雪とかもすごかったんですけど、もうね、今ね、雪も一切ございません。ちょっとね、ここに出てしまいますとね、あの向こうの客室から丸見えとなります。皆さんね、こんなところ出ないと思うんですけれども、出ないでしょ。出ないからこんな設計になってるんですよね。本当に本当に人とは違うことをしますからね。もうね、この足が痛くて、あのなんか私すごく不健康で、あの整体に行ってる時もね、もう足の裏が硬い硬いと言われてね、あのもうね、足の裏っていろんな粒があるじゃないですか。相当ね、不健康なんだと思います。これですね、痛いですもの。あ、痛い。この小陽さんって昔からあるね、歴史がある旅館さんらしいんですのよ。私初めて来たんですけれどもね、あのスタッフちゃん様はね、何度か来たことがあるらしいんですの。ちょっと眼鏡が傾いてる気がします。大浴場がね、すごいって聞いたんですけれども、もうね、このカメラに収めることができないのがね、とっても残念でございます。お尻がもう痛くて限界なんですけれども、ちょっとこの先は YouTube でお見せすることができませんわ。あ、ちょっと待って、お尻痛い。どうしよう、お尻大丈夫、来てます、私のお尻生きてます。ちゃんとね、温泉をお見せすることができていませんので、今から残り45分まで、あと5分なんですけれども、この5分間でしっかりとやりますわ。まずね、こちら温泉が流れ出ております。ちょろちょろと、もうクソ暑いですわね、これ。本当にもうこの辺りもクソ暑くて、これ絶対暑くて暑くて暑いですわよ。あー、すっごい熱湯、何度入れてるのかしら。そしてね、それを冷ますためにこちらのね、水道がありましてね、これでお水を入れて温度の調整をいたします。3時からね、夜の11時、そして朝の5時から7時の間でね、45分間、確かに2500円とかでね、貸し切りができたはずでございます。今までね、本当に狭い温泉しか入ってくることができなかったんですけれどもね、やっと先生に見合う温泉に入ることができました。お部屋もね、高級で、これから美味しいご飯もね、食べることができるのね、幸せでございます。今からちょっと上がって、もうともにね、もう45分過ぎてしまっているんですけれども、早く上がってね、ご飯に行きましょう。ファンクラブ版もぜひご覧ください。ではちょっと上がりますわ、時間がない。